俺には5年前 S という友達がいました。 S とは高1の時に出会い、 S はオカルト話が大好きで、俺もオカルト話が大好きだったので、同じオカルト仲間としてよくつるんで一緒に心霊スポットとかも行ったりしてた。でも俺は部活をやっていたので、 S は日頃からよく一人でいろんな場所に行っていたらしい。そんなある日曜日、俺が部活の試合が終わり携帯を見ると、 S から話したいことがあるので今から俺の家に来てくれやんというメール。俺は正直試合で疲れていたので、話って何、今日疲れとんで明日学校じゃ無理とメールを送ると、どうしても今日話したいとのこと。俺はめんどくさいなと思いながらも、何か面白い場所でも見つけたんじゃないかと思い、内心ワクワクしてた。 S の家に着きワン切り、すると S が出てきて、おお疲れてるところ悪いな、まあ上がれよ。意外といつも通りの S。 俺は少しがっかりしながらも2階の S の部屋へ。 S と軽く雑談をした後、俺が本題の方へ切り出した。ところでさ、話って何よ。 S が少し黙った後話し出した。俺さ、今日暇だったから心霊スポットとして有名な〇〇さんに行ってきたんだよね。で、〇〇さんに着いたんだけど、まだ真っ昼間ってこともあって全然怖くないのね。だからこのまま帰るのももったいない気がして、そばに登山コースがあったもんだから、なんとなく登ることにしたんだ。登ったのかよ、このご時世で。日曜日に一人で山登る高校生なんてお前ぐらいだよ。うるせえよ、記念だよ記念。まあそれでさあいざ登ったんだけど、全然面白くないんだよね。で、ああ暇だな思いながら歩いてると、ふと一本の獣道を見つけたのね。俺せっかくだからその獣道を行くことにしたんだ。またそれが結構長い長い、すぐ行き止まりになると思ってたから、さすがにちょっと不安になってきた。そしたらやっと道の最後に出たんよ。そしたら案の定行き止まりだったのね。俺結局これかよと思って引き返そうとした時に、その行き止まりのところに一人分入れる穴が開いてたのに気づいたんよ。それでさ、なんか冒険心くすぐられて俺入ったんだよね。入ったのかよ、お前勇気あるな。それでしばらく行くと急に広い空洞に出たんだよね。そこに何があったと思う。何があったの。祠だよ、祠。ぶっとい砂に囲まれてたところの中心に祠が立ってたんだよ。マジかよ、なんか映画みたいな展開やな。俺も最初信じれんかったけどね。で、俺その祠に近づいた。その祠には小さな引き戸がついていて、札が貼り付けてあったんよ。俺ここまで来たらやるしかないと思って札を剥がし、引き戸を開いた。何があったと思う。何があったの。生首だよ、生首。いや、正確には頭蓋骨。その祠には頭蓋骨が祀ってあったんだよ。俺それ聞いた瞬間、背筋におかんが走ったのを今でも覚えてる。しかもさ、その頭蓋骨がまた少し変なんだよね。なんか少し人間の頭蓋骨と変わってるような。いや、まあ見たの一瞬だったし、人間の頭蓋骨自体見たことないから俺の気のせいだとは思うんだけどね。お前それ絶対やばいって。やっぱやばいよね。俺も見た瞬間これはやばいと思ってすぐ戸を閉めて札貼り直して、何度も謝った後逃げるように帰ってきたんだけどさ、お前そんなんで済むかよ。
明日学校終わったら神社行ってすぐに神主さんに事情を話してお祓いしてもらえ。俺もついていくからさ。おお、そうするわ。ありがとうな。結局それで俺は話を聞き終わった後、結構時間が経ってたので後味悪いまま家に帰りました。その次の日、担任から隣のクラスの S 君が亡くなったと聞かされた。俺は反響欄になり担任に聞くと、担任も詳しくはわからないとのこと。俺は授業をサボり S の家、すると S の家には警察がいて中に入るのを止められたが、そこを見かけた S の母が中に通してくれた。号泣している S の母に思い切って聞くと、朝 S の母がいつものように S を起こしに行くと、ベッドの上で S の首から上がきれいになくなって S が死んでいたらしい。俺は頭が真っ白になった。その後鑑定した結果、その死体は S だと判断されたが、頭は結局見つからなかったそうだ。俺と S の家族は警察に決して口外しないように強く口止めされ、未解決事件として闇に葬り去られました。俺はこの話を一生するつもりではありませんでした。じゃあなぜ5年経った今、俺はこの話をしたのでしょう。実は最近よく同じ夢を見るんです。祠の横で笑いながら手招きしている S を。 S の頭はおそらく祠にあることでしょう。俺は明日地元の有名な神社の神主さんに全部話すつもりです。神社の神主さんに全部洗いざらい話してきたので報告します。簡潔に言うと、神主さん曰く、今の俺からは怨念や呪いといったまがまがしいものは特に感じられないとのこと。祀られていたということから、神主さんもよく知らないらしいが、昔この地方では恐ろしい行事や習わしが存在したらしく、その中の一つの可能性もあるとのこと。 S の母にはまだ話さない方がいいとのこと。必ずしも霊的なものが関わっているとは決めつけないこと。夢の件に関してはとにかく気にしないようにし、もし内容に変化が見られればすぐに連絡すること等を言われました。そして来週の木曜日に、その神主さんと神主さんの仲間の方と俺と3人でその祠とやらを調査しに行くことになりました。俺は行かない方がいいと止められたが、強く頼み込んで同行させてもらうことになった。俺はそれまでにとりあえずこの地方にあったという恐ろしい行事や習わしについて調べることと、神主さん方々に無駄足を踏ませたくないので、その祠のある場所をある程度特定しようと思ってます。ここ2日、図書館で地方にまつわる行事や儀式、言い伝え、仮説などを調べてたんですが、有力となる情報は見つかりませんでした。明日はとりあえず特定の場所を見つけるために、天気さえ良ければ山を登るつもりでいます。あと、県名と山の名前を晒してほしいとの声があったんですが、自分の書き越した文を読み返すに、それだけでもかなり場所が特定されてしまうので、名前の方はあえて伏せさせてください。すいません。なのでネタだと思ってもらっても全然構いません。ただ一つだけ訂正させてください。俺は最初分かりやすいように〇〇さんと書きましたが、山があることにはありますが、正確には渓谷です。今日
例の渓谷に行ってきました。結果は普通にハイキングをしてきました。登山コース自体がいくつもあり、思ったより祠を見つけるにはかなり骨が折れそうです。さらに渓谷自体が心霊スポットなので、夕方ぐらいにはもう早めに切り上げてきました。どこの山も一緒かもしれないですが、朝や昼はすごい自然が綺麗なのに、夕方ぐらいから一気に空気が重くなりますね。常に誰かに見られているような視線を感じました。明日も行ってきます。民族学やって現実的なはずの神主が、思わせぶりなセリフで話をはぐらかしたり、 S の母親には祠のことを話さない方がいいとか口止めしたり、私は金田一の事件簿の話みたいに、この書いた方が犯人に消されるか、犯人に消されることの方が怖いです。神主とその友人と3人で探検に行く前に、必ず行き先と同行者のメモを残しておいて、スタンガンでも準備しておいてください。絶対後ろに気をつけて、3人の間合いに気をつけて、いや、あくまでも念のためにですけど。これはレスです。で、続き。2日連続で山に登ったもんで、全身筋肉痛で、家に着いた途端眠ってしまってました。内容が内容なもんでスルーされるかと思いきや、こんなにも気にしてもらえるなんて嬉しいです。まあ大半がネタだと思ってると思うんですが、それでも嬉しいです。一応昨日の結果を言うと、また普通にハイキングをしてきました。首吊りの縄は何箇所か見つかったんですが、他は全く見つかりませんでした。本当に祠なんてあるんだろうかなんて思ってたら、さっき S の夢を見ました。いつもと同じ夢でした。 S、 本当不気味なくらい笑顔なんですよ。あの頃と変わらないままの姿で、無言でゆっくりとおいでおいでと手招きしてるんです。もしもこの夢に変化が起きるとき、俺は一体どうなるんだろうって考えると本当怖いです。今日神主さんとその仲間の方とは9時に待ち合わせしています。たださっき天気予報見たら今日は雨らしいですね。大丈夫かな。あとさっきのレスが俺には一番恐怖でした。確かになくはないですよね。一応家にメモ帳を残して、山の中を歩くときは最後尾からついていくことにします。ただ俺が丸2日歩き回っても見つからなかったぐらいなので、今日いきなり見つかるとも正直思えません。とりあえず一昨日昨日とは違う道を行くつもりですが、本当期待はしないで、ネタだと思って見守ってください。あと S の詳細については書く必要もないと思ったんで省いてたんですが、昨日地元の友達とのメールで新しく分かったことがあるんで、まとめて書かせてもらいますね。 S とは高1の時に同じクラスで出会って仲良くなり、2年になって違うクラスになったものの、クラスを行き来して結構つるんでたりしてました。事件が起きたのも高2の時です。あと正確に言うと、地元の新聞には出ました。俺や S の家族は口止めされているので、おそらく近所の垂れ込みだと思います。俺は見ていないのですが、友達の言う話では詳細は載っておらず、自殺という扱いで載っていたそうです。警察の言う話では自殺はまず考えられない。自分の首を切断することなんてまず不可能だし、ましてや首を持ち運ぶことなんて絶対不可能。でも他殺にしても S が争った形跡もなく、他に外傷も見当たらないので、これも難しい。ただ可能性があるとしたら他殺だろうと言ってました。なので地元の新聞で自殺という見解で載ったと知った時、なんでどうしてと思いました。S の家族もなぜ反論しなかったんだろうと、その当時俺は思ってました。
あと、これは俺も昨日分かったことなんですが、今は S の家族はもう当時の家には住んでいないそうです。なんでも翌年 S の兄が事故で亡くなり、 S の家族構成は S と S の兄と母と父の4人家族。それで S のお母さんが頭がおかしくなってしまったらしく、どこかに引っ越していったそうです。なのでもし S の頭が見つかったとしても連絡取るのが難しいですね。俺が知ってる S についてはこんなとこです。皆さんすいません、本当に遅くなりました。結果を言うと、神主さんにドタキャンされました。今日9時に俺が神社の方に迎えに行く予定になってたので行くと、神主さんはいたことにはいたんですが、簡潔に会話の内容を話します。じゃあ丸、神主さんの名前さん行きましょうか。いや、そのことなんだがすまん、やはり行けんわ。え、また急になぜですか。いやな、前の時は君の話を聞いて俺も力になってやりたいと思ったんやけどな、まあ俺自身この地方には曰くつきの話がようあるで興味を持ったというのもあるんやけど、俺神主という仕事をしとるやろ、だから職業柄上もしもそういうとこ行って疲れたりでもしたらほんまシャレにならんのや。だからほんとすまん。あとな、君もしかして一人でその山とか行ったりしてないやろな。え、いや行ってません。そうか、それならいいわ。君ももう気にせん方がええ。夢ってのもな、多分君が無意識に自分のことを責めとるんと違うか。そういう無意識に思ってることほど夢には影響されるもんなんだわ。はあ、それではもう今日はついてきてもらえないということですか。そうなるな。いや本当すまん、連絡しようにも君の連絡先も聞いてなかったからな。それでな、お詫びと言っちゃなんだが、俺の親父にこの話をしてみたんだわ。そしたら面白い話を聞いたから教えたるわ。数時間後。いやー、ほんと今日はすまんかった。また夢のことで気になることがあったらいつでもうちに来たらええ。俺が相談ぐらいならいつでも乗ったるから。あとな、何度も言うようやけど、あの山にはもう近づかん方がいいぞ。俺が見たところ今の君には何もついていないが、触らぬ神にたたりなしとも言うしな。ようおんねん、お盆に面白半分で行って恐ろしいもんつけてくるやつとか。まあ俺も今日行ったら危うくそうなったとかもな。はっはそうですか、わかりました、ありがとうございました。おう、帰り気をつけてな。と、こんなところです。親父さんの話は何か難しい単語とかもあってわからない部分もあるんですが、簡潔に話をするとこうです。昔、山、正確に言うと渓谷の中に外界とは連絡を絶った村があった。旅人が通れば全員皆殺しにし、門外不出の村となった。村人は自給自足で生活し、平和な日が続いたが、ある日問題が起きた。近親相姦のせいもあり、奇形児の子供がよく生まれるようになった。奇形児の子供は生かしておいても役に立たないので、村の語り合いで生まれて奇形児と分かり次第殺すようにした。ある日村に奇病が流行った。治し方も分からなく、村人どんどん死んでいく。
村人の誰かが言った。奇形寺の呪いだと。村人を藁にもすがる思いで祠を作り、奇形寺の骨を祀るようにした。それでも奇病止まらず村人全滅。後にその廃村となった村に旅人が訪れ、日記を見つけ、この情報を知り、後世に伝わった。あともう一つ、この話の別ケース。村人の語り合いで、この村を訪れる旅人招き入れ、村の娘と成功させ、子供を産ませるようにした。子供も産ませた後、情報が漏れぬよう旅人を殺すようにした。再び平和な日々が続くが、ある日村の娘が急に死に出した。誰かが言った。旅人の呪いだと。以下省略。あともう一つ。昔、外界と連絡を絶つ村あり。山に鬼が住んでいた。その鬼、人間の目玉が好きで、村を襲っては人間をさらい目玉を食った。村人困り、犬種業の旅人にお願いし、鬼退治を頼むことにした。ある日、旅人が鬼を退治し村に戻ってきた。村人喜び、英雄として称え盛り上がった。だがその旅人急に死ぬ。村人もどんどん死ぬ。村人いう鬼の呪いだと。村人困った。そんな時、旅人の坊さんが通りかかる。坊さん言う。鬼の死体を頭、手、足、胴と分け、言う通りのところに祠を作り封印しろと。村人その通りにした。鬼の呪い消え、村に平和が戻った。村人喜び、坊さんに村にとどまるようお願いした。坊さん断る。村人語り合い、存在が知れるのを恐れ坊さんを殺した。その後、村に大洪水が起こり村全滅した。ちなみにこの洪水というのは本当っぽいです。俺の調べた本にも載ってました。頭にまつわる話は以上です。どれも正直ん?といった感じでした。ネタと思いながらも聞いてくれた方、お疲れ様でした。なんか俺の調べたやつでもそうなんですけど、共通するのが大体門外不出の村なんですよね。なんで俺が一つ立てた仮説なんですが、昔この地方には門外不出の村があり、誰にも知られてはいけない村独自の儀式や行事があって、その祠もその一つで、そのまま洪水に巻き込まれ、誰にも伝わることなく滅んで祠だけが残ったって感じじゃないですかね。これならなくもないとは思うんですが。